平島は海上自衛隊の総海艇。平島型総海艇の一番艇。艇名は平島に由来する。旧海軍平島型付設艇。平島に次いで日本の艦艇としては二代目。総海艇、黒島に続く艦番号が予定されていたが、600番台の残りが少ないことから新型艇の搭乗機に変更された。平島は 平成16年度計画総会体393号艇として、USC 京浜事業所で2005年5月17日に、寄港され、2006年9月27日に、浸水、2008年3月11日に収益し、総海隊軍、第2総海隊に編入され、佐世保に配備された。2009年12月8日、長崎県沖で墜落した第22、 航空隊 SH-60J ヘリの捜索に参加。2011年3月11日、発生した東日本大震災の災害派遣に参加。同年7月14日から7月26日、道の区湾で総会特別訓練に参加。2012年2月1日から2月8日、伊勢湾で平成23年度大機雷戦訓練に参加。 2012年11月17日から11月30日、日向灘で、機雷総会訓練に参加。2014年2月1日から2月8日、伊勢湾で、平成25年度機雷戦訓練に参加。2016年2月1日から2月10日、伊勢湾で、平成27年度機雷戦訓練に参加。2018年7月18日から7月30日、 道の区湾にて、機雷戦訓練及び彦目印、共同総会特別訓練に参加。ありがとうございます。